こんにちは。今回は模様編みを紹介します。この模様は表側も裏側も似たような模様になります。伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。この模様は鎖編み4目で1つの模様になります。今回は5個の模様を作ります。そして最初に1目必要ですので、全部で21目の作り目で編み始めます。1段目の最初は鎖編み3目を編んで、次の目に長編みを編みます。長編みを編んだところから鎖編み4目を編んで、最初の鎖編みの根元に未完成な長編みを2回編みます。これをすべて針にかけたままで、次は長編みを3回編みます。最初に長編みを編んだところから2個目のところに長編みを未完成の形で編みます。2個目のところ、3個目、4個目のところで3目の長編みを未完成な形で編み、最初のこちらの目と一緒に引き抜きます。次は引き抜いたところからまた同じ模様を編みます。鎖編み4目を編んで、鎖編みの根元に未完成な長編みを2目編み、これを針にかけたまま、最初の模様の長編みのところから1目開けた次の鎖編みから未完成な長編みを3目編み、この糸をすべて一度に引き抜くのが、この1段目の模様の編み方です。これを繰り返して、最後は長編み3目ではなく、長編み2目を編んで1段目を終わります。次の2段目は2段目の時に説明します。21目の鎖編みを編みました。1段目の最初は鎖編み3目を編んで、次は長編みです。鎖編みを編んだところから、1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山を拾って、長編みを編みます。針に糸をかけて、5個目の鎖編みに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて長編みを編みます。ここから鎖編みを4目編みます。鎖編み4目を編んで、最初の鎖編みの根元のところです。鎖編みの裏山を拾って、ここに未完成な長編みを2回編みます。針に糸をかけて、鎖編みの最初の裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、これが長編みの未完成な形です。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。未完成な長編みが2目できました。針には3本の糸がかかっています。この糸はかけたままで、次に編むのは今長編みを編んだところから2個目の裏山に未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて、一目飛ばした2個目の鎖編みに未完成な長編みを編み、続けて隣とその隣にも未完成な長編みを編みます。未完成な長編みを、ここでは2回編み、もう1回、未完成な長編みを編みます。
作り目の鎖編みの裏山を拾って、未完成の長編みを3回編みました。前に編んだ未完成の長編み2目と鎖編みをまとめて引き抜きます。6本の糸を一度に引き抜いて、これが1段目の模様です。同じように編んでいきます。次も鎖編みを4目編んで、最初の鎖編みの根元のところに未完成な長編みを2回編みます。次は作り目の鎖編みの1目飛ばした、その次から3回未完成な長編みを編みます。1目開けたその次から未完成な長編みを1、2、3。針にかかっている6本の糸を一度に引き抜いて、これで模様が2個できました。同じように最後のところまで模様を編みます。最後は未完成な長編み3目ではなく、未完成な長編み2目を編みます。1段目の模様を4個作りました。最後の5個目です。鎖編み4目を編んで、その根元に未完成な長編みを2回編みます。次は未完成な長編みを3目編んできましたが、最後のところは2回だけ未完成な長編みを編みます。1目開けたその次に未完成の長編みを1回、そして隣にも未完成な長編みを編んで、最後だけは未完成な長編みを2回編みます。そして5本の糸を一度に引き抜いて、これで1段目が編み終わります。次は2段目です。2段目の編み方を編み図で説明します。2段目を説明します。1段目を未完成な長編み2目を編んだところで、全てを引き抜いて終わりました。2段目も長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、鎖編みを編んだ根元のところに長編みを編みます。次は鎖編み1目を編んで、次に長編みを3回編みます。模様と模様の間のところに長編みを3回編んで、次は鎖編み1目です。次は1段目の模様の間のところの引き抜いたところに長編みを3回編みます。これを繰り返して、最後は間に入れる鎖編み1目を編んだら、3回の長編みではなくて2回長編みを編みます。1段目の鎖編み3目のところに長編みを2回編み入れて2段目を終わります。次の3段目は1段目と同じ編み方ですが、編み入れる場所は長編みの頭に編み入れます。一つの模様を長編みの頭を拾って編み、ここで鎖編み1目を開けたように、ここでも鎖編み1目を開けて、次は長編みの頭に未完成な長編みを3目編む編み方です。4段目は2段目と同じ編み方をします。2段目の立ち上がりの鎖編みを3目編んで、編み地を裏返します。次は長編みです。鎖編みを編んだ根元のところに長編みを1回編みます。鎖編み1目を間に入れて、次に長編み3目を編み入れるのは
1段目の模様と模様の間のここです。模様の間に長編みを3回編みます。同じところに長編みを3回編みます。これが2段目の模様です。鎖編み1目を入れて、同じように、模様と模様の間のところに、長編みを3回編みます。2個の模様ができました。次も。鎖編み1目を入れて、模様と模様の間に長編みを3回編みます。鎖編み1目を入れて、模様と模様の間のところに長編みを3回編みます。鎖編み1目を入れて、最後は最初の立ち上がりの鎖編み3目を編んだ3個目のところです。ここに長編みを2回編みます。最後は長編みが2回です。これで2段目の模様ができました。この模様を繰り返します。3段目も鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。このようにお花のような模様ができます。次は1段目と同じ編み方をします。鎖編み3目を編んだら、隣の長編みの頭に長編みを編み、次はここと同じように鎖編み4目を編みます。鎖編みの最初の鎖編みの根元に未完成な長編みを2回編みます。3本の糸は針にかけたまま、次は2段目の長編み3目のところに未完成な長編みを3回編みます。長編み3目のところに未完成な長編みを3回編みました。この糸をすべて一度に引き抜いて、3段目の模様ができました。同じように繰り返します。鎖編み4目を編んで、鎖編みの根元に未完成な長編みを2回編み、次は2段目の長編み3目のところにそれぞれに未完成な長編みを編みます。これを一度に引き抜いて、これで2個の模様ができました。これを繰り返します。鎖編み4目を編んで、根元に未完成な長編みを2回編み、次は2段目の長編みの頭に未完成な長編みを3回編みます。これを一度に引き抜いて3個目ができました。同じように鎖編み4目を編んで、根元に未完成な長編みを2回編み、次は2段目の長編みの頭に未完成な長編みを3回編みます。これを一度に引
引き抜いて4個の模様ができました。次も鎖編み4目を編んで、根元に未完成な長編みを2回編みます。そして最後は1段目と同じように長編み2目を編みます。最後に長編みを編むのは2段目で長編みと立ち上がりの鎖編み3目を編んだところです。長編みの頭に未完成な長編みを編む。次は立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところに未完成な長編みを編む。これを一度にまとめて3段目ができました。4段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、次は鎖編みを編んだ根元のところに長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて、模様と模様の間に長編みを3回編みます。同じところに長編みを3回編み、鎖編み1目を入れて、次の模様と模様の間のところに長編みを3回編みます。この模様を繰り返します。出来上がるとこのような模様になります。お花の形のような模様がつながる模様編みです。1段目と2段目の編み方を繰り返して編みますので、慣れると早く編めると思います。長編みで作る繰り返しの模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。